ではこの向きにしますので、ね、女性からしましょう。先生前で、はい、もうちょっと先生こっちに、はい、ではとにかく、まあ、要するに普通のこのサイドベーシックとか、それからスクエアベーシックですね。クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、こういうのを終わった後、もういきなりこれから始めてもいいんですけども、同じ状態で女性左足体重で何かを終わった、まあ、アクロですね。で、右足を横にステップして、体重を半乗りにすると、もしくは前乗りで揺するか、先ほどしました、タッチに留めて戻って、前進。揃えてもいいですよね、前進。そして、タッチ戻って、前進。タッチ戻って、前進。タッチ戻って前進。まあ偶数回。2回とか4回とかね。6回でもいいんですけど、ちょっとくどいですね。もう一回しましょう。どうでしょう。3、はい。クイック、クイック、スロー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 ですね。では男性をしましょう。男性は今の向きですと、この向きになりますから。男性は右足に体重を置いて、普通のベーシックステップが始められるようなパターンから、せーの、クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。前乗りでもいいですね。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。もう一回しましょう。せーの、クイック、クイック、スロー。クイック、クイックスロー。クイック、クイックスロー。クイック、クイックスロー。ですね。留意点としてはですね、よく質問があるのは、ベーシックなどはクイック、クイックスローというふうに、まあ、一音を寄せて、チョンとするような感じにするといいんですけれども、まあ、残しても、というふうに足を残しても別に構いません。踊りですからね、こうしなければならないということはないので、慣れてきたら自分流ですればいいわけですが、今のね、男性女性の9番ウォークで、クイック、クイック、スローというふうに寄せた方がいいのか、残した方がいいのかということですけど、まあ、どちらかというと残した方がいいですね。テキストには、大元のね、まあ一応一部ね、大元のテキストがあるんですけど、それには寄せるとは書いてありませんので、それに対して、基本ステップの時は寄せると書いてあるのでね、でも寄せてもおしゃれです。では、男性、女性一緒にやってみましょう。じゃあ、同じ向きで、ちょっと重なりますが、この向きでいきますね。で、ホールドはこういうふうに、まあ、クローズドホールドでしますが、後にオープンホールドでもします。ワン、ツー、スリー、はい。クイック、クイック、スロー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 。ね、とっても簡単ですね。今度はこの向きに、オープンホールドでしましょうね。ちょっと離れた状態で、クイック、クイック、スロー。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 ね。あまり離れたり、体をずらしたりすると、足がぶつかる可能性もありますが、一応このですね、クイック、クイックしましたら、女性の右足は、男性の真ん中というか、こういう、ね、この位置に来ますから、外に出ないようにしますね。で、クイック、クイックって言ったら、もちろんこれもこの位置に来ますのでね、ちょうどボックスを踏むような、もんですね。例えば、今こういう風に来て、クイック、なんとなくね、クイック、何でしょう。クイック、クイック、スローって、外にね、出たくなりそうですけども、そうではなくて、クイック、クイック、中に出ますね。で次も、こっち外でもキーがないですからね。なので、そういう風にね、します。では、二つ目のステップといいますかね、もう単純明快に、ワルツのボックスと同じ
のをしますね。ボックスについてはもう前もしてありますが、前のシステムはまあ簡単に言うと1回シャッセを揃えますね。クイック、クイック、そしてスロー。でここで回転を入れました。最初の2個は回転 なかったんですけど、もういきなりしてしまいます。でもだいぶ皆さん慣れたと思うので、なのでまず左足を前進したらもうクイック、クイック、スロー。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 非常にわかりやすくていいですね。だからまあこれはほとんど、ワルツのボックスと一緒ですからね。こういう風に来てワルツ。ワン、ツー、スリー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 。こうすると、こういう風に回転しますから、左肩を下げる感じになるので、これ左回転ですね。左回転なので、まあ、リバースボックスというわけですけど、このままだと、右回転は、まあ、当然だけど、この右足前進から、こうなるわけですけども、スクエアルームは一応、毎回左からね、このステップするというのは決まりなので、右回転するには先生どうしたらいいですか？難しい質問ですね。あれは男性は交代から始めるんですね。こう来ましたら、クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スロー。クイック、クイック、スローですね。ですから、まあ、おすすめとしては、見やすい、この向きですね。サイドシャッセ。クイック、クイック、スロー。これをして、そしてすぐ、クイック、全身から始めれば左回転のボックスになります。で、また元に戻ってサイドシャッセとか、またはサイドベーシング、クイック、クイック、スロー。くがらずにね、これをして今度は男性交代で始めれば右回転になります。これもワルツのナチュラルターン。と言いますかね、ワルツのナチュラルボックスと一緒ですから、もうちょっとゆっくりしますので、皆さん一緒にね、しましょう。こっちから、こっちから。この向きにスタンバイしたら、男性は左足を交代ですね。女性は右足前進で、クイック、クイック、スロー。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 ね。まあ一応、このシャッセルンバとかスクエアルンバですね、スクエア。からボックスルンバ。同じですね。これはあの、オンワン、オンワンですから、一拍目にズドンと乗るので、オンワンでするので、まあ、クイック、クイック、スロー。つまり、ワン、ツー、スリー、フォーとなるので、クイック、クイック、スローで、スロー、クイック、クイックではないんですけども、まあそういうのがあっても、別に構いませんので、アバウトでいきましょう。では、音楽にね、合わせて簡単にその3種類をね、します。9番ウォークでしたね、9番ウォーク。ね、これですね、この、クイック、クイック、スロー。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 ね。そして、まあ、サイド、ベーシックなどしながら、ボックス。クイック、クイック、スロー。リバースボックスですね。リバーススクエアで言ってもいいんですが、いきなり回転方式ですね。そしてまた、サイドベーシックなどを挟んで、今度は男性交代してクイック、クイック、スロー。ナチュラルボックスですね。しかも、いきなり回転回転ですね。いきなり回転回転。では、音楽に合わせてみましょう。